こんにちは、ミディアムレアの竹形です。今日はギルドの D55、 このギターを紹介したいと思います。ギルドはですね、ギブソン、マーチンとともに、三大ブランドとして、古くは1953年から、あるブランドなんですけども、御三家とも言われるぐらいなので、まあ、一つ一つやっぱりキャラクターがはっきりしてますね。例えば、まあ、マーチの D28 ですと、柔らかな、繊細なイメージがあり、ギブソンの場合は、まあ、荒々しいブル、ロックなイメージがあり、そして、ギルド、まあ、個人的には、ブルースやブルーグラスのイメージが非常にあったんですけども、まあ、そういったキャラクターがはっきりしている、ブランド、昔から、愛されている憧れのギターだと思います。まずこのギターを持った時に、第一印象はですね、とにかく音がでかい。これは本当びっくりしました。フィンガーで非常にサスティンが伸びるんですよね。それでまあ、カントリーロックの人がこうフィンガーで弾いたりするのに愛されたギターの、要素の一つかなと思うんですけども、それのほか、まあ、ストロークの時はじゃあどうかっていうとですね、僕の印象ですとすごく、まあ、ジャキジャキとした荒々しい感じも出るので、振り幅がすごいですね。アルペジオで繊細に弾きつつもガツンとするという。でピックでちょっと弾いてみますけども、はい、それで、まあ、なんでこんなに音がでかいのかなと、まあ、僕が分析するにですね、このちょっとヘッドがこうがっしりした感じですかね。それとネックも結構ねがっちりしてるんですよ。やっぱりギターの鳴りっていうのはネックとヘッドが結構な大きい要素を含んでるんじゃないかなと思うことが、まあ、エレキギターに関してもそうなんですけども、感じます。その音の太さっていうんですかね、前に出る力強さっていうのは、もしかしたらここに秘密があるんじゃないかななんて、僕は思ったりもします。それとですね、今、まあ、ハイコードでストロークしましたけども、開放弦がすごい伸びるんですよね。アルペジオを弾いた時に非常に太く伸びやかに力強くなるということで、まあ、繊細なプレーから迫力のある前に押し出すプレーまで、幅広く、演奏できるギターだなと思います。その分力を試されるんですよ。僕はこのギルドとともに、自分の技術をもっと高めていきたいなと思います。ではですね、僕のバンドミディアムレアの演奏でそのダイナミクスを感じ取ってみてください。どうぞ。だったらごめんね。あ、
いてくれたら笑顔を絶やさない、愛してるの言葉だけで片付けたりしない夢が叶うのならば君を幸せにするよ。はい、演奏を見ていただきましたけども、感じ取っていただけましたでしょうか、その迫力と繊細さ。僕はですね、あとこのギルドのこのロゴがね結構好きなんですよ。もう40代の人はこれ憧れだったんじゃないですかね、この G のマークですね。このロゴもそうですけども、あとピックガードの、デザインも結構かっこいいですね。はい、それと弾きやすさなんですが、皆さんそれ知りたいところだと思います。でかい音がする、太い音がするギター、もちろんこれ太い弦張ってますですが、非常に弦高の調整がですね、見えないと思うんですけども、非常に絶妙で、ちょっと押しただけでちゃんと鳴るセッティングになっています。あとですね、このペグなんですけども、以前はグローバーのペグがついていました。で、オールドタイプのものに変わってます。でペグがですね、個人的な感想なんですけども、ペグの種類が違うとギターのサウンドもだいぶ影響を受けるんですね。で僕はこちらのタイプの方が好きです。皆さんも、楽器店で弾き比べしてみると面白いかなと思います。それと、ストラップピンなんですけども、ここについてます。最初からいいですか。本当はね、普通はここについてること多いんですよ。でもここについてることによって弾いてる時に非常に安定性がいいので、ここについてるよりもここについてるとちょっとこうなりがちなんですが、ここについてると非常に立って弾く時に安定性がいいのが嬉しいですね。でここはサイドの部分なので、ちゃんと補強材が入ってないといけないんですけど、補強がちゃんと入ってしっかり止まっているので、最初からここの位置に補強をつけて、ストラップピンをつけているというのがもう粋な計らいだななんて感じました。はい、今日はギルドの D55 を紹介しました。ギルドの D55 楽器店でぜひ皆さんも弾いてみてですね、音が前に出る力強さ、音の太さ、繊細なサウンド、それをぜひ体感してみてください。それでは僕のバンドのミディアムレアの楽曲を最後にお届けしたいと思います。ありがとうございました。Stability will follow. Then it's time.